はあ、こんなとこにこんな恩気感があるとはな。嬉しそうだなお前。ギムラスカで暮らすようになってからすっかり富豪に目覚めちまったからな。やっぱ創世歴時代の恩気感は出来がいいな。殿方ってこういうものが好きですわよね。うちのパパも模型大好き。バカみたい。いいんだよ、女にはわからないロマンなんだから。さあ奥に行ってみようぜ。あいつ剣なんて習わないで富豪使いになればよかったのに。は別に戦闘用の機械じゃないよ。多分ここらの音機関を整備するためにいるんじゃないか。というとパセージリングの整備を彼が行っているとか。うん、そうかもしれないな。世界中のパセージリングはつながってるんだから。深刻な故障の場合はこいつが出張していくのかも。だけど結局パッセージリングは壊れちまったじゃんか。まあな。セフィロトの暴走がスコアに読まれていればここの機械人形に対処方法は入力されていたかもしれませんね。下にあるようですね。昇降機が動きません。動力が死んでいます。マジかよ、階段とかねえの。見た感じではなさそうだけど。じゃあガイカージェイドがちょちょっと。すみません、私は武術が専門なのでお断りします。フォミクリー作ったのお前じゃん。理論だけですよ。音機関を組み立てたのはディストです。浮かない顔ですわね。直すには壊れた動力を新しいのに変えればいいんだ。替えの動力がないのね。あいつ以外にはな。あいつの動力を取り上げてここに取り付ければいい。多分それでなんとか動く。あの子から動力取ったらあの子動かなくなるよ。まあね、でもそれしか方法はない。一生懸命働いてるのにかわいそうですの。仕方がありません、それしか方法がないのですから。見てみるか。俺の本気見てみるか。トゲだ。トゲっす。
炸裂する力よ、エナジーブラスト。攻撃だ。目高きフレンド炎よ、燃え尽くせ。おお、検証術。頼みましたよ。ああ。ルーク。分かってる。行くよ。フォニムの計測器です。本当にパッセージリングが原因なのか調べてみたいんですよ。わかりました。では起動させてください。計測は自動で行われています。ルークはタタル渓谷と同じように制御をお願いします。わかった。終わったぜ。計測も完了したようですね。それを返してくれますか。正気は、やはりパッセージリングから異常な数値の正気がティアに流れ込んでいます。これは多分ティアの遺伝情報に反応しているのでしょう。ユリアの子孫という話、やはり間違いないようです。
ユリアがこの装置に自分の情報を打ち込んでいたのでしょう。セブンスフォニムはどうして正気に汚染されているんだ？正気は地中で発生しているようですから、あるいは地殻が汚染されているのかもしれません。ってことは星の中心が汚染されてるってことか。中和なんてしきれないんじゃないか？いえ、地殻が発生源なら活路が見出せそうですよ。正気をなんとかできるの？ええ、星の引力を利用すれば。ただそれは私の専門ではないので確約はできませんが。それでも可能性はあるんだな。ええ、それにベルケンドでは引力についても研究が盛んです。私の知識よりは頼りになると思いますよ。ならベルケンドへ戻ろうぜ。ティア、どうした？また具合が悪いとか？なんでもないの。行きましょう。Thank you.
3号機発見ですが、おかしいです。どうしたんだ。白煙を上げて。あっ、生きてるかな。3号機は頑丈じゃ。墜落による衝撃で人体に影響は出ないわい。この辺りの魔物はお年寄りには厳しい。町に逃げ込むはずです。よし、メルケンド行こう。行くぞ、あいつを威嚇しろ。は、はいですの。おっと、あんたにはいろいろ聞きたいことがあるんだ。おとなしくしてもらおうか。私らの話を立ち聞きしてどうするつもりだったんじゃ。またバン先生たちに密告でもするつもりか。違う。まあ待ってください。相手を怯えさせるだけでは何も分かりませんよ。あなたは何をしにメジオラ高原へ来たのですか。わしは皆の墓参りをしたくてシェリダンへ行ったんじゃ。その時アストンがメジオラ高原に行くと聞いて、まずアストンに謝ろうと。まだ逃げることはないじゃろうが。怖かったんじゃ。いざとなると何を言っていいのか。それでそんなの信じられないよ。だいたいあんたがチクったから総長にバレたんじゃん。確かにわしは二度も偏見たちを裏切った。二人が止めるのを無視して近畿に手を出し、その上二人をバン様に撃った。もう取り返しがつかないことは分かっとる。じゃが皆が殺されてわしは初めて気づいたんじゃ。わしの研究は仲間を殺してまでやる価値のあったものなんじゃろうかと。俺この人の言ってることを信じられると思う。ルーク、俺アクゼリスを消滅させたことを認めるのが辛かった。認めたら今度は何かしなくちゃ、償わなくちゃって。この人はあの時の俺なんだよ。もしもあなたの決心が本当ならあなたにやってもらいたいことがあります。なんじゃ。正気の中和、あ、いえ、隔離のための研究です。これにはあなたが専門にしている物理学が必要になる。大佐、こんなやつ信じるの。人間性はさておき、彼の頭脳は必要なんですよ。やらせてくれ。わしにできるのは研究しかない。あなたは兄のバンの研究者でしょ。そんなことをすれば殺されるかもしれないわ。それでもやるんじゃ。やらせてくれ。なあみんな、今一度このバカを信じてやってくれんか。だけど裏切り者だよ。この人に24時間監視をつけてはどうですか。それで研究に合流させればいい。私の一存では。では私が命じましょう。ジェイドの言う通りに計らってください。御意にございます。この研究
究は粉骨最新で協力する。本当にありがとう。まあここまで言って裏切ったら大した役者だな。私の正規隔離案については走り書きですが、ここにまとめておきました。検証してみてください。ではスピノザは第一音機関施設へ連れて行きましょう。わしはアルビオール3号機を修理して帰る。頑張れよスピノザ。そうそう、研究員たちから皆さんに伝言を受けたまわっています。もう一つのセフィロトはダートの境界付近にあるそうです。境界に？初耳です。あそこ広いもんな。とにかく行って探してみるか。なんでそんな簡単に信じちゃうの？みんなバカみたいだよ。教会の中にパッセージリングはあるのかな？わかりません。ただ教会にはザレッホ火山につながる通路があるという噂があります。そんな話があるくらいですから、どこかにパッセージリングへ続く道があるのかもしれません。とにかく探してみましょう。
ボス。どうしよう、お戻りですか。セフィロトを探しに来ました。ああ、ユリアシティから報告は受けています。パッセージリングはあの扉の先にありますぞ。一本道ですから迷うことはありますまい。バン先生はどうしたんだ。ふん、やつは監視者としての職務を放棄して六人将と共に行方をくらましたわい。オラクルの姿もあまり見かけませんが、まさか。半数以上がバンの元に走り寄った。忌々しい。おかげでこちらはオラクル騎士団の再編成で大忙しだ。そうそう、パッセージリングへ続く部屋は侵入者よけに隠し通路の奥になっておる。せいぜい気張って探せよ。まあ、感じの悪い。まあまあ、平和条約締結で戦争を起こすのが難しくなったから機嫌が悪いんだろうよ。邪魔されないだけマシだよ。ええ、彼はスコアを遵守したいだけです。大陸を崩落させてレプリカ世界を作ろうとしているバンとは目指すものが違います。だから僕たちを邪魔する理由もないのでしょう。先生か。先生どこ行ったんだろう。まさか。ティア、心当たりでも。あ、いえ、別に。